どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの、274かな。ではやっていきますね。このポーズ今日で最後ですね。そう、アメドラの話なんですけど、前回ボーンズ話してたんで、今回はキャッスルなんですよね。で、両方ともファイナルシーズンなんですよ。で、両方ともシーズン1から見てて、まあね、キャッスルさんのひょうひょうとした感じが、いつまで経ってもいいなっていう。なんて言ったらいいんかな。サスペンス系なんですけど、サスペンス系って結構、ひょうひょうとしたキャラがいてるんですよね、中には。で、それは決してメインではなくてっていう感じなんですけど、メインなんですよ。まあ、ベケットがメインだという方もいらっしゃるんですけど、まあね、名前、ドラマの名前にもなってるぐらいなんで、メインでしょう、キャッスルさんが。で、そうやって見ると、なかなか面白い感じだなぁと思って、いつも見てますね。面白いですね、やっぱり、キャッスルは。なんか、なんでもそうですけど、ファイナルシーズンになるとちょっと、寂しい感が出てしまいますね。ロストとか、あと、プリズンブレイク、CSI シリーズ、サイバーはまだ続くんかな?でもね、最後、特に普通の CSI、ラスベガスなんかはね、最終章みたいな感じで、ラストシーズンから別でまた、初代の人出てきてね、やってたんで、よかったな。キャッスル今回娘さんがね、えらく大人っぽくなってるなぁと。まあね、長いことをやってるんで、どうしても子役は成長が早いんでね、いいんですけどっていうか、まあ子役がすごい好きっていうわけではないんで、ただ可愛いなったなぁと思いましたね。よいしょ。そんなこんな言うてる間に書けたかな?見てみましょう。うん。いいですね。ちょっと移動させようか。ほい。こちら。では。5分ですね。よいしょ、測っていきます。はい、5分です。見ていきましょう。今回とりあえずね、前回前々回と、間に合わなかったんで、間に合わせることを重視してやったんですけど、多分そうするとサイズ感がずれてるんだろうなぁ、と思っています。さてさて。よこしょ。動かしていきます。あ、そういうことか。まあいいや、やっていきます。アーシタンはここなんですけど、もうここの時点で違うんですよね。
頭の形を書きの、耳の形はね、途中で位置修正したんでいいんですけど、顎も折ってますね。肩もここまでは折ってます。ああ、ここも角度ね、変えたんですよ。あ、ここちょっとずれてるか。本来こっちですね。こんだけずれてます。よし、こっからはペンにしよう。ここですね。ちょっと外向いたかな。で、ここで下がらんとダメなんですね。こんなもんかな。もし角度するんであれば。ここも。ちょっとずれてますね。角度的、形的には合うてるかな。角度はちょっとずれてますけど。こうなんでね。もし書くんであれば、こうですよね。手の形、ここら辺はちょっと汗って書いたんで、だいぶ崩れてると思います。こうかな。この辺ですね、書くんであれば。反対側の腕見ていきましょう。ここちょっと距離を取りすぎたな。こんだけずれてるんですよね。そこが問題点かなと思います。まあこことかこう、ここに関しては OK として、こうですね、書くなら。もうちょっと狭くてもよかったのかなっていう感じがします。この肘はまずいな。こうですね、書くんであれば。胸の位置ももうちょっと上なんですよね、本当は。よいしょ、ここですね。ここもだいぶずれて、ちょっとだけ動かしましょうか。こんだけずれてくるともう見ててもチェックができない。股関節で合わせます。合わした場所は、よいしょ、ここです。に無理くり合わすと、まあ、ここまでかな。ここはちょっと内に入りすぎた。で、まあ、外に伸びすぎてるかなっていうところはありますけれども、足のね、距離がこんだけずれてるのは大きいかなと思います。で、反対側もそうですね、形的に、こうかな。で、違う、そんなに下がれへん。多分、こうですね。こうやったんですよ。ここを外に出してるんですけど、そんなに出てない。で、そっからふくらはぎが出てる。違うな。こうかな。これぐらいかな。距離で言うと。ちょっとずつずれてるんですよね。で、最終的に長くなってしまってる。足首は長いのに足先は短い。こんだけのね、誤差があるんで、多分足の角度がずれてるのかなと思います。このポーズ今回で最後なんですけれども、先に言うとくと次もマッチョなんですよ。なので、と思いつつも、まあまあ、マッチョは筋肉の練習にいいんで、引き続き頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。